にちは。欢迎回去。回不去了。回不去了。一回去又不知道什么时候。未来又2个礼拜。未来又快紧闭。1个月。中国我也是1个。日本1个月。没有啦。不是。我们去了。去15天，回来15天。对啊。我们去那边也是2个月。日本15天有钱拿。没啦，没有。台湾15天有钱拿呢？台湾有啦，日本当然没有啊。 做海尼根喽！我不喜欢海尼根。还是台湾的，台湾比较熟，对不对？感觉到这里。啊，じゃあ半分でも大丈夫。好，怎样？还是切这个去骨。好，就胸嘛。这样。哦。麻寿司。啊，卤菜自己讲。这个你的吗？不是，这是你做的。一桌。また腹減らしてきますね。 あとはもうあ、はいよ。ボイス。他不知道，他在，对，没有啊。他来台湾很久了。对啊。3年4年。对，我说这个时候怎么过得来？啊，他已经在台湾。不是观光客。还有一个炭竹竿。啊，没有炭的竹竿。干的做干的。对。谢谢。 熟女からはモテたんですけど、熟女の周りのおっさんに嫌われてお前帰れみたいな。あ、すいません。ありがとう。すいません。いや、この通り知らなかったです。 いいっすね。異常だよ。異常。また並んでるから。だいたい1時とか。もう夜食通りみたいな。一つのお店は一時期頑張って24時間ずっとやってる。あ、本当ですか。まず両残里からこっちに来たことがなかったんで。普通は来ない。ですよね。特に何もないからね。乾杯。 あ、すいません。あ、ありがとう。これが。ありがとう。うまそう。あ、すいません。 これが僕これ大好きでいただきます。うわうまそう。うまっ。めっちゃうまい。ここは両山林の裏ぐらい。両山林と林間の間。ほぼ林間。5分。わあうめ。これアーローですか？アーロー。 まずは直接今日行ったルーチャオがも激まずで、ルーチャオでまずいとかあるんだって思って、ジョンシャオ新鮮のスーミンダーダオにあるダーダオラーチャオみたいなところで、もしかしたら深海かもね。はい。 前あったよ。まあ、明明我后来是来几次都没看到他们，就吃不到臭豆腐。有啦，那个昨天我还有看到。哦，那好了。那个臭豆腐的，我也是没做。有啦，做了。嗯りあえずミニルックス買おうかなって思ったんですよ。え、もうとりあえずいらないでしょあれ。いらないっすか。いやいや、とりあえずっていうものはいらないんじゃないの。もう一番欲しいのいけって一点物でいいと思うよ、はい、だったら M6 か、あのめっちゃ古いやつバルザック、バルナックだ。値段もいいし。在这里吃就好了。好危险的嘞，很危险的。快点快点。啊，小姑在正大念书。啊，正大。干妹妹，干太妹。干了不少，干了不少。没有机会。不是不是跟台一样。对啊，你看真的那么多次没？因为台大没有美女。对，台大真的没有。哦，是啊。路上那边。哦，是啊。然后今天我突然想喝酒，因为你上课，他去那，你们两个怎么认识？去喝酒的。在酒吧，在酒吧这样的。在酒吧认识的，坏朋友。都是酒类。糟糕！它有很高级的那个相机，叫相机。啊，是啊。是最便宜的200块的相机。你那个呢是200块？它有8万块吧，8万的相机。啊，这个是什么？这个是 monitor 是不是？对，这个是录影的相机。这个录影的。我是拍 YouTube 影片的那个。啊，你现在在拍就对了，是不是？对，台湾的宵夜的文化。啊，台湾的宵夜文化。就有这个特别值你的 VIP 套餐，对才有，菜单里面没有的，对，好厉害哦。对啊，来，赶快拍，拍了没 ？OK， 面拍面 ，OK。これいけます？いいよ。ダーチ。これか、あとガチョウの腸。あ、ガチョウの腸もありますね。そっちも茹でるのがある。あ、じゃあそっち。なるほど。看的。对。全部うまそうですね。あ、いいですね。いく？はい。いく？これ弁当。あと、豆干これですか？これがいい。あ、どれでも大丈夫ですよ。豆干？はい。2個ぐらい。はい。ありがとうございます。あとは？こんなもんでいい？とりあえず。はい、とりあえず。店員さんじゃないですか。谢谢。他喝多一点的话，他怎么吃回去？可以啊。可以啊。没问题，我年轻。你年轻？从台湾的公司啊，不是，我是在台湾的学校念书的。哦，你在拍这个？拍赖嘎。赖嘎是谁？啊，那个高级相机。这一支啊，好贵。すみません。いいんだけど、ちょっと回したら物があったら。これね。今日のフィルムは何ですか？高い。コートラ400円。お。ありがとうございます。すんごいいいやつ。うん。だから今までのちょっとなんか取り終われなかったっていう。ちょっと残ってた。滑るごめん。ライカ無料です。そうですよね。知ってる人じゃないとこれ。わかんないですよ。左右の目線が怖いもん。何してんだこのバカ野郎みたいな。なんで巻いてんだ。まあね。ソニー上好了。啊，でも自動巻きじゃないから。也要换的吗？要换底片了。对啊，没有了，不用换了。今天就帅，我不能随便让人家拍。你人帅就是不用怕那么多啊。啊？对。怕那么多？你自己就长那么帅啊，那根本就不拍你。必须。对啊，每次还这就那么多一堆屁话。誰と誰と誰とヒー君誰とチャカシ盗撮だし。いやいや乾杯のとこだけ。誰と誰とみんな。いやみんなってこのみんなっていうのがもうしょぼいや早く。いや歌え。このね。食べたいな。それを俺はいつも酔ったらテレビでここ飲んで周りにうるせえいやうるせえじゃなくてまた酔って飲んでいくまた飲んでいくじゃんかみたいなこと言われながらの麻酱面加馄饨现在他想我给他推荐啊麻酱面加馄饨我每次都喝酒然后等一下加汤还要享受我的最后的点餐。そうね、あれね、本当にね、うまいよ。麻酱麻酱面加馄饨。麻酱面加馄饨。マジあのね、スプーンでああいうくっつくんだから。ぶっ飛ぶ。マジっすか？で、食った後にその残ったタレにスープ入れて飲んだら、もうお金なんかどうでもいいよ。今までの何だったんだ。まあぶっちゃけで締めってそういうもんだから今までの覆すのが締めだからまあ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 それは間違いないですマジでうまいライカで動画撮れるやつって Q とか Q2 とかあそこら辺まあデジタルじゃないと無理だよまあまあそもそもですよね友達が Q が欲しいって言ってるやつがいてまあ中古だったら今Q の方のライカ Q数字の9じゃなくて英語の9英語の9デジタルのだったら今まあ30万弱30万28万ぐらい中古だったら9万元ぐらいどっちで買うのライカこっちで買うの日本で買うのあ日本で買いますでも台湾の方が安いですよねいやそこは本当にピンから来たからお店を通すのか個人で買うのかっていうあれがあるから安いのは安いし、高いのは高いから微妙に言いにくいよねなんかやはりまんまんまんかありがとうございますはい今度は髪の毛切りに行きますあ、オッケーオッケーはい俺に1回も来ないプロなんだからねおお、奥一中間毎回これだよ毎回ね、毎回ねこれなのよくないね、マジでまあ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 、でも行きゃいいあの辺ってどこいっぱいあるわでしょこうやって言うわいっぱいあるわいや待ってどこゴミほどあるわあのね今四冠寺って言ったじゃん四冠寺の俺の家の近くなので分かります言ったでしょ言ったでしょ前回まではトンフォアジェって別のお店だったからトンフォアジェ全然違うとこですよね別のお店だったからああ四冠寺でお客さん来なくなったからビビってるそうえこの人誰ですかこの人誰ですかここのもうおさやばい人あすいませんビールどっち飲むあジンパイでいいですか冷たくないですねあ这个我先帮你收一收。谢谢。不会太脏。大嫂。哎。他刚到的时候一直跟我说这个大嫂很漂亮。哦，谢谢。他有一点不敢靠近。他刚刚已经提早来了。对啊。他一直跟我确认是确定追加。他不敢进来。对。啊，他不。うまいよマジでいただきます酔ってる俺が食いに来てうまいと思うんだ。間違いがないですね。僕もそういう麺 1,2 個あるんですけど、どっちとも1入れます。大丈夫。ただこれはいらないんで、これだけ下だけ入れたい。あ、大丈夫です。ここの麻雀麺にフントゥンを入れる。そう、これがここの夜食の定番というか、夜食というか締めというか、酔っ払いみたいな。ちょっと食べ方教えてください。混ぜるんですよね。レンゲがあった方がいい。ごめん、レンゲを持ってきてこともないから混ぜて食うだけ。涼麺とはまた違いますもんね。最近涼麺にハマってて、毎日なんかよくに行ってるよね。まあそうですね、最近ちょっとハマってますね。でも麻雀麺なら、ありがとうございます、グーティンにめっちゃ美味しいとこがあって、ジンファー麻雀麺かな、ジンファーミエン店ってところがめっちゃうまいんですよ。僕も一応 YouTuber やってたからいろいろ撮ってて、なんで関係ないやってたっていうなんか最近ちょっとやる気なくなってる。いや、あ、でも麻雀めっちゃ濃いわけではないから。うわ、うまそう。台湾住んでもう、台湾もう住んで十何年目の。もうちょっと近づけてくるよ。麺ごめんね。台湾に住んでもう17年目です。茶ぶどう17年目の先輩からおすすめされたお店で、インスタグラムのアカウントはここに置いておきます。最後スープ入れるから、これに、うん、ここにスープ入れる。あ、こっちですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ食べます。じゃあいただきたいと思います。うわ、うまそう。うめえ。うまいっしょ。なるほど、これワンタン必要ですね。ワンタンすごいいい状況、いいクッションというか、わかんないけど。あと僕なんならこのスープちょっと入れたいぐらいの感じです。それじゃない、違いますか。普通のスープ入れた方がうまい。入れていいですか。いや、普通のスープを入れた方がうまい。わかりました。じゃあちょっと辛さだけ入れたい。あと1入れてもいいかも。なるほど。いただきます。これマジうまいっすね。うめっ。もう麺食べていいんですか。え、麺残しておいた方がいいですか。いや、もうそれは自分の好みだから。あ、じゃあそうそう、ちょっと残しますね。入れた後にスープを入れるのがうまいんですね。だからね、スープ、タレ、ラー油もう十分うまいで、ちょっとスプーンがしぼんでるっていうか。うまそう。うめえ。足してなるほどね。ラー油を入れて、ラー油なりお酢入れたらもう酔いも吹っ飛ぶっていうね。これ絶対うまい。空いてればいつもこれを押して帰るっていう、最後はこれでっていう感じ。そうそう、最後これねっていう。ちょうだいって言ったら全部くれるじゃあ全部持って帰るって言ってうめえ。ちょっと麺残しててよかったかも。なるほどですね。